ニュースマグビです。ドラマ日本のワール刑事 Y の反乱の打ち上げのため、東京銀座の並木通りに現れた広末涼子さんの姿をキャッチしました。広末さんは白いニットパーカに黒のロングコート、キャスケットを斜めにかぶるスタイルで登場。圧倒的な存在感で道行く人たちから注目を集めていました。その場に居合わせた人は、39歳とは思えない透明感、化粧気がなく見えるのに綺麗、間違いなく奇跡のアラフォーナンバーワンだと思いますと語っていました。ニュースマグビ